All was darkness and chaos. 22番ポピュラーズ・ザ・プロミスランド。303から305枠目。By the people. By the people. ポピュラーズ。ヨシベイさん、おはようございます。はい、3個目さん、黒金さん、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。グーデンモルゲン、モハネド・アイレス、ヨハネス・ブルー、おはようございます。はい、サンジさん、おはようございます。今日は433面、 IMMGB ジョブ、イムジビジョブ、イエス、ワクオツです。おはようございます。6個目さん、おはようございます。全部できる、しかしポピュレーションは相手が3倍、3倍の戦力から始まる。これは勝てるのがどっちなんだい。何でもあり対決か。何でもありだけど、互角の方がいいよね。なんでハンデつけんの、待ってて。お父さんもハンデよ、ハンデよ。なんでハンデをつけなきゃならんの、待ってて。悪魔め、さすが悪魔ずるい。レディーファースト、レディーファースト。かんな、悪魔は。悪魔はハンデをつけたがるな。正々堂々と勝負して、正々堂々と勝負してほしいね、全く。バートさん、おはようです。いやよ、レディーファーストよ。レディーファーストってレディーを先にやるもんだから、レディーにハンデつけろっていうもんじゃないだろう。同じ意味よ。よし、あともうパワーがないから出るの待つしかない。早いな、もうこれ。また自利品になっちゃう場合じゃね。火山やら何やらかんやら、こっちがやろうと思ったらみんな。おはようございます。はい、猫じゃらしさん、おはようございます。出てくるの待つしかない。落石注意さん、おはようございます。整地しとこう。森さんが一番さん、おはようございます。和子さんで14個目さん、おはようございます。あ、もうちょっとこっち揺らして。おはようございます。今日も悪魔と悪魔で潰し合いましょう。15個目さん、おはようございます。神と悪魔ね。どっちが早いのかね。パワーのたまりがちっちゃい方でやった方が早いのか、お城でやってから小さくした方が効率がいいのか、どっちかな。さあ、じゃあ神様、相飛びなどと堕落を誘う悪魔に今日も鉄杖を下ろしましょう。よし、そうだね、その通り。何を言ってんのよ。私が愛と美で世界を包むのよ。包まなくていい。私が欲望と愛情で包んでやる。神は神でも邪神か、納得。欲望と愛情で包んでやるのだ。欲こそ人間の生活の根幹だよ。欲があるからみんな生きていけるんだ、ね、え、金を稼ぎたい、愛が欲しい、ね、え、結婚したい、子供を作りたい、すべて欲だよ。欲から始まるんだ。あれが食べたい、これが欲しい、すべては欲だ。欲がエネルギーなんだ。平和とは暴力のもとに統治されて生まれるのだ、世界征服をしたい、それもすべて欲だ。欲望こそ人類の力の源。そうだ、パンパンしたい、すべて欲だ。違うわよ。愛と美があれば人間は生きていける。愛と美だけでは生きていけない。分かってるだろう。はい、鈴田さん、おはようございます。もちろん食欲も食べたい。美味しいものが食べたい。それで生きていく。
美味しいもの食べなくても人間は生きていけるわよ。ダメだ。それでは美味しくないものを食べて腹だけ太らして一旦じゃ人間は滅んでしまう。自分が食べたいものを食べたいから生きていけるんだ。まだ出てこないね。これやっぱりお城にした方が出てくるの。お城にして小さくした方が出が早いかな。ちょっと一旦クリしてみるか。あ、いや、OK、ちょっとクリしてちょうだい。そっちの方がいい。おはようございます。よし、こっちの方がいいね。ノーコンキッドさんおはようございます。涙さんありがとうございます。オッケーし、この方がいいんじゃない。お城の方が。でも走行してる間に向こうここ一瞬粉砂糖まぶした時に見える。もう8時になってるじゃん。こっち1人なのにまだダメなのこりゃ。ちょっと待って。ちょっと出だしでしくってるっぽいな。もう一回やり直そう。何を、なんでやり直すのよ。さっさと城にした方がいいな、これは。ちょっと削ってね。おはようございます。涙さんおはようございます。お城ができるくらいのにしてと、ね、でこれでもうちょっとあっち行って。よし、これでお城ができるだ。よし、 OK。 これでしばらく放置してと。ちょっと芝生の感触を確かめていたのさ、うん、ちょっとね、感触を。こんにちは。はい、30個目さんおはようございます。ワコツンです。赤戸大門さんおはようございます。よし、そろそろ生まれたかな。よし、行くか。 OK、 なんでそっち行くの。ここが、ここ広いとこあるじゃない。ここここ、お前はバカか。ここがあるだろう。早く家作れよ。お前死ぬだ。お前危ない、危ない。まったく。そこじゃお城にならんだろう。神がお怒りである。まったく、人類はなんてアホなんだ。まったく、まだまだやはり人類は神には及ばんな。よし、よしよし、生まれた、生まれた。はいはい、よし、ね、よしよしよし、いいよ。早く家作って。作れるだろう、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 ちょっと作れるだろう。よしよしよし。なんでちょっと、だからこそ地上のすべては神のもとに統治されなければならないのだ。そうだ、もうすぐ作ってちょうだいよ。死ぬじゃないよ。ちょっとここ作りなさい、作りなさい、早く。歩くと死ぬぞ、えい、この雪の中。なんで隅に作るんだ。まったく、まったくいかんな。なかなかパワーがたまらんから。800万の神がお互いに同居しながら頑張ってます、うん、よし、800万ね、八百万の神が。ウェイ。
よし、これで。どうだ、よし、出てきた。よし、行け。よし、よし。こっち、こっち、こっち、こっち。なんでそっちに行くの、行くの。よし、行け。よし、行け。さあ、アルテミスの方ももう早いな。よしよし、切ってみる。よしよし、いっぱいできる。よしよしよし、いいぞ。よしよし、頑張れ、行け。よしよし、パワーがまだないよ、パワーが。よし、危ないね。よしよし、あら、死んでんじゃないよ、あれ。あ、ここ逃げてくったか。よしよし、じゃあここにシンボルがあるってことは、リーダー死んだのか。まったく、シエリ様です。よしよし、あ、よしよし、よしよし、いけいけ。よし、よしよし、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 おはようございます、和骨です。すずさん、おはようです。よし、どん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 、よしよし、よし、よし、OK。よし。え、増えてきたね。増えてきたね。よし、OK。もう合体モードにしとこうか。パワーの増え方は合体モードとどっちがいいのかね。通常モードは。よし。
よし、増えてきたね、増えてきたね、いいよいいよ。よし、もう二段候補で洪水に備えよう。よし、チェンバレン水は了解しました。蛇口をひねろう、神の蛇口をね。よし、久々だ。よし、先週は沼ばっかりだったからね。よし、神の蛇口を今ひねる時が来た。そうはさせないわよ、私の可愛いナイトよ。ナイトを作るのか。ナイト作るかしら。まあお前がやるのは大抵あーと、ナイトか地震か火山しかやってこないだろう。よし、そんな。あれ、アルテミスの喉の調子悪い。え、美しい声よ、いつも通り。よし、汚い声だな、いつも通り。よし、あら、よし、けん、どうせ酒焼けだろ、適当。酒焼けじゃないわよ、まったく。私は酒の神じゃないのよ。よし、神は酒が好きだからね。よし、いいね、人間増えてきた。あとはパワーだ。オッケー、わお、はい、地震。まあそんな地震なんかはじゃ、まあ地震ぐらいならいいね。溺れてる人はいない。あ、溺れてる、ちょっとごめんな。よし、よし、よし、オッケー、オッケー、よし、オッケー、よし、こっち来て、こっち来て、はいはいはい、よし、オッケー、オッケー、オッケー、出てこない。よしよし、よしよし、お、悪魔が来たぞ、悪魔が、悪魔がやってきたぞ。戦闘モードにしとこう、戦闘モード、悪魔の
悪魔の悪魔の悪魔の城は崩せ。あそこに悪魔リーダーいるぞ。おい、バコ。はい、44個目さん、おはようございます。カズサトシキさんがあるようです。悪魔来た、悪魔来た、悪魔が、ちょっと悪魔、悪魔来てる、悪魔、悪魔溺れさせよ、ちょっと悪魔、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 どこ来たの、こんなとこに、こんなとこに、こんなしながら、これ悪魔、これで、悪魔、これで、OK、悪魔、これした。結構戦ってるの、戦ってるの、おい、戦ってるの、おい、おい、負けたぞ、負けたぞ、この悪魔に。勝て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 、おい、また負けたぞ、おい、くそ、死ね死ね、このリーダーは絶対に沈没させる。落ちろ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 、くそ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 、ダメだ、このリーダー無敵よ、リーダー無敵よ。あ、溺れてると、うちの側見てる、一緒に溺れてる。このリーダー無敵よ、無敵リーダー、己ちょっと削られたじゃないか、おかげで。よしよし、そう、あのリーダーにペース乱らされた。やっぱり聖地の神の方は無理やり戦わされてるから気合が足りてないですね。いやいや、そうね、その通りね。違う、我々のは戦闘民族じゃないんだよ、サイヤ人じゃないんだよ、普通に平和を愛する心優しい人類だから、戦うパワーはまだちょっと足りない。闘争本能はやはり悪魔の方が、それは悪魔だからね、闘争本能高いわ。悪魔じゃないわよ、悪魔はやはり闘争度が高いってはっきり分かんだね。よし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 、くるんだ、よし、よし、どんどんくるんだ、よし、はい、京子の旦那さん、おはようございます。神様、もっと人間を脅して死に物狂いで戦わせましょう。で戦うんだ。悪魔が来たぞ、悪魔。悪魔、こんなとこに悪魔の。やっちゃいかんよ、まったく。あ、ちょっとこんなとこになんか、変なのが、岩が入ってんね、岩が、岩が。誰だ、岩がこんなところに岩を起き上がって、よし、よし、ネッシー出てこないんですか。よし、オッケー、ん、ネッシーはナイト1号デュランダル、ほんの俺先にナイトが来たか、最高のナイトよ、あの最強のリーダーがなったの。その割にそんなにヒットポイント高くない、まあ黄色はあるけど、こっちが洪水が溜めるまでが先だ。よしよし、あとこへ悪魔が邪魔してる、ここも悪魔が邪魔が入るな。あ、ナイト来たわ、ナイト、ナイト、沼で倒すか、沼で殺すか、待て、 沼より洪水がまず最優先だな、洪水まず全体の人数を減らさないとね、悪魔のね。ジェンバレンどうだ、あともうちょいです、 70% ってところでしょうか。
よし。よし。よし。よし、OK。来いどんどん来い、よし、どんどん来い、どんどん来い、どん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 、クソ、ここ悪魔の邪魔入る、クソ、悪魔め邪魔するわよ、おのれ悪魔め、まだ火山か、邪魔するなら帰ってや、よし、邪魔するな、邪魔が仕事だもの、まったく、よしよし、どんどん行け、どん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 行け、はいよってなんでやねん、テンプレ、うわーしまった、ナイト2号サンダーボルト、おのれー、ナイト殺せ、ナイト殺せ、ナイトは殺せるわけないじゃない、最強のナイトよ、最強のナイト、最強のナイトは飛ばせるわけがない、さらに2号が来たわよ、2号が、このれこっちは安全地帯だ、こっちに来るな、こっちに、よし、なんとか生き残るんだ、よしよし、まだ火山か、どんどん来い、どんどん来い、どんどん来い、よしよしよし、よし、とくれとくれとくれ、ここがとくれとくれ、よし、よしよし、よしよし、よしよし、和骨ポピュラスです、猫さんおはようございます、あります、今日はナイト3号サンダルフォン、おのれー、もう1号はもう死にかけだな、あれはまだ1号が死んでないよ、でもよし、おはようございます。今週も仲良くお届けできますか。すいません。親子丼ください。親子丼はちょっと今ハロマゲドン注文が入ってましてね。すいませんね。一般のお客さんは注文禁止なんですよ。すいませんね。ハロマゲドンこちら10丁だからね。
と危ない危ない、ナイトにやらされた。そこのガレキ邪魔だな。そう降りたいけどちょっと今掘れないから頑張って。よしよし、無理やりちょっと無理やり後ろにしてガレキを。そこにナイトがいるぞ。このナイトは誰なんだ。それは2号ね。よし、まだか、もうちょいです。今日は山形で人間将棋のイベントですが、ラックスさんはどの駒の役で出場する予定ですか。私はキングかな、神だからね。よし、ナイト4号。ラックス王が歩兵に玉砕して来いとパワハラしてる特徴が入っております。シバリティックホリデー、なんだってシバリティックホリデー。はい、学童さんおはようです。よし、いやとにかくナイト潰さないと。もうナイト1号欲しいんだな。ナイト1号欲しいんだ。はい、ナイト2号だ。その前に皇帝が来るぞ、皇帝が来るぞ。もうちょいだ。よし、いけるか。くらえ。よし。よし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 。これであとはだいぶ減っただろう。もう一回落とした方がいいかな。もう一回あるかもしれないね。もう一回コードを2回やればもう ほぼ相手のやつは死ぬだろう。よし、悪魔全滅だ。なんてことをするのよ。よしよし、推薦の魔女。よい、これが推薦の魔女。
ねえし。よし。悪魔人口減ったら、ああ、結構減ったね。減ってる減ってる、だいぶ減ったな。もう一発流せば完璧だね。よし。No money. Okay. これどう？聖地の神じゃなくて洪水の神じゃない。魔物。地面を平らにするのは洪水も聖地も同じだ。よし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 、行き止まりまで行ったね。はいはい。まあアルテミスもいつもぐしょぐしょの洪水状態なんですけどね。まあまあ私はいつも濡れてる。違うわよ、それはロミナじゃないのよ。よし、よしよしよし。何を言わせるんだ。ネクロマンサー終わってるのにまだロミナは出てくるのか。よし、洪水第2弾までもう、そりゃまあプリンセスメーカーにいますし、お寿司。ああ、そうだね。今、プリンセスメーカーでロミナが出てるわ。よし。よし。ロミナいれば少子化対策もバッチリじゃないですか。そうね。ただみんな兄弟になるじゃないか。イフ兄弟だじゃないか。よし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 。ん、ここはちょっと悪魔の神、悪魔来たな。よし。ジュニアは少子化対策に貢献してますよね。未認知の子供がそろそろ500人でしたっけ。よし。神様方、はい、66号様です。あ、これもう一回やったら向こう死ぬかな。ゲージがだいぶ減ったね。よし。
よし。撃っとこうかな。もう一発撃っといた方が悪魔の悪魔の、よしよし、よし、ナイター全員死んだかな、死んでるっぽいね。よし、あとはハロマゲを貯めるだけだね。あと一発撃ってね。よし、よし、よし、 OK、よし、オッケー、よし、洪水溜まったね。洪水は溜まったからちょっと一発撃っとくかね。もうあとは定地にいる人間はいないか。流すぞ流すぞ、定地にいるのはいないかな。流すぞ。ここになんか悪魔いるじゃん。悪魔だ、悪魔だ、悪魔だ、悪魔死亡確認。はい、OK。 よしよし、よしよし、綺麗に沈めますね。綺麗にね、沈めるね。あ、いい感じだね。あ、ここにちょっと人類いるね、ここにね。あ、ここ人類いるね。ちょっと人類がいるね、ここにね。人類を落とすわけにはいかんからね。人類がいたらちょっとあれだね。よしよし、まあ、ただここはちょっと悪魔もいるな。よしよしよし、 おっと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 、よしよしよし、はいはい、おはようございます。はい、おはようございます。10万石さん、おはようございます。ん、おっとっとっと、来て来て、はいはい、ありがとうありがとう、はいはいはい、あら、あ、いいねいいね。もうハルマゲドンが一丁たまるね。はいはい、
なんとかってなんとかってなんとかってはい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 ね。流したらちょっと全滅しそうな可能性があるからちょっと流さないでこのまま行っちゃうか。春曲げでね、春曲げ貯めていいんじゃないかね。もうちょっと抵抗するようならちょっと流すけどね。よしよし、どこに悪魔の家があるといいかもね。おい、助けられまい。おう、助けないのか悪魔。ああ、助けなかったね。なんてひどいこと。お前が助けないからじゃないか。こんなとこに悪魔がいるね。殺せ殺せ、悪魔殺せ。よし、オッケー。よしよしよし、なんてこと。悪魔仲良くしたかっただけなのに。悪魔じゃないわよ、私たちの人類も仲良くしたかっただけなのに。いや、君たちはだます。いずれ裏切るだろう。こんなところにいるじゃない。こんな悪魔の家は殺せ。あ、お前は。よしよし。ラジオ代わりに聞いてると極悪非道にしか聞こえないですね。いやいやいや。殺せ殺せ。悪魔も恐れる悪魔。悪魔のリーダーがいるぞ。よしよしよし。あ、死んだ。すまんすまん。あ、ちょっとまだ生きてんじゃんか。リーダー生きてんじゃんか。許さん。殺せ殺せ、このリーダー殺すんだ。溺れさす。ああ、うちの人類が死んだ。もともと極悪非道だから問題ないね。うちの人類が死んだ。このリーダー結構耐久力あるな。これで戦闘モードしてるよね。戦闘モードしてるんだから、殺して殺して、いけ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 、わっしゃい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 、だいぶ大きいのかな、このひどいものを見た。よしよしよし、勝った勝った。よしよしよし、あれまだ生きてんじゃん。寄ってたかってかわいそうです。よしよしよし、オッケー、もうこれで。いやいやいや、悪魔のリーダーだよ。悪魔のリーダーは一番強いから早くやっつけておかないと。いずれね、悪魔のリーダーはナイトになる恐れがあるから、そんなことをさせてはいけない、ね、こちらの人間を殺しに来るぞ。今やつを助けてみろ。こちらの人間が絶対にやられてるぞ、近い将来、ね、今殺さなければこちらがやられるんだ。分かったね、人類よ。あ、なんか沼が生まれたね。沼もんが来たよ。沼もんが、沼もーん。あ、ここ結構じゃない。よし。ちょっと沼もんがいるよ、沼もんが。沼もんどこよ。これがラックス式の人類の実態です。あ、ここに沼もんがいた。どっ
から来たのかね、沼ばらまいでやんたけど、こんなとこから湧いてくるんだね。よし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 。いや、ラックスシティは素晴らしい、人類最高の街と聞いてるね。神様の間でも話題だよ、あのラックスシティは。なんてすごいんだと、ね、人類があのような街を作れるのかとね、本当にすごい街を作ったもんだと。ケツからなんで沼を出すんだこいつは。はい、おはようございます。アランプロソさん、おはようございます。72個目様です。はい、早く早く逃げてこの。お尻から沼を。よし、消えたかな。よし、消えた。よし、OK。よし、よし、よし。はい、マゼさんおはようね。え、神様もいくらほど逃げ出されたんですか。いやいや、神様、神様界でも話題だよ、本当に。ギリシャの神話の神々の間でも、あのような街を人間が作るとは、みたいな感じでね。有名だね。もう世界中の神の間で、ラクーシティは。とんでもねえ、あたしは神様だよ。とんでもない、あたしは神様だよ。よし。股間を握らされた？いや、股間を握らしてないよ。金じゃ動かないよ、女を斡旋したんだよ。いやいや、まあ神はエロい神多いからね、まったく嘆かわしいことだが、嘆かわしいことだが、色欲が盛んな神が多いからね。よし、おっと、ここ悪魔の邪魔が入るね。悪魔の邪魔が入っちゃうよ。悪魔いる。悪魔の家がこれか。これがあると悪魔が整地できるからね。整地させないようにする。よし、助けられまい。なんてひどいこと。助ける気がなかったのか、アルテミスよ。今のところは助けられないのよ。体力あるじゃないこれ、なかなか。かわいそう。いや、かわいそうと思ってはいかん。悪魔だ、この悪魔は。やっていけないといけないね。悪魔イコールデッド。おっと、生き残った。殺せ、直前で殺すんだ。よし、オッケー。しまう。いやいや、よしよし、人々の欲望を満たしてあげる、これね。よし、人々の欲を満たす、この人類の大地ね。
頑張れ。どうもどうも。よし、赤組は悪魔だよ。赤は悪魔だってはっきり分かんだね。よしよしよし、どうもありがとう。でももうダメね、残念ながらここは破れたわ。よし、悪魔敗北した。あとはハルマゲドンを何丁を食べられるかだね。もうね、勝つこともあるんです。しょっちゅう勝てるわよ、しょっちゅう。でも神は逃げるのよ。勝て、私が勝てる面は逃げるから、スキップして。何言ってんだ、あんな不利な条件で。不利な条件が、条件が悪魔有利の面じゃないか。それはここも、そもそもここも悪魔の方が3倍の人数から始まってるからね。3倍を覆したんだから、神様偉いって褒めてちょうだい。よし、3倍を覆したんだからね。3倍下がって逆に言えばね、悪魔勝てないんだから。よしよしよし、よしよしよし。大昔から赤は3倍だったんだ。赤は3倍赤い彗星じゃないけど、全く。悪魔の面積はほぼないね。よし、おっと、こんなとこに悪魔がいるわ。悪魔はね、悪魔はいちゃいかん。悪魔 is オボレール。お、助かった。よい、殺せ。もう溺れて、そいつは体力がない。殺すんじゃ。それに負けたら死刑だぞ、お前も。ほら負けた溺れて体力がないのに。よし、オッケー。よし、悪魔 is no good。 オッケー、こんなとこに悪魔がいるな。まだまだこっちから人間を持ってこないと。出ない、出ないね。まだ孤独してない。よし、オッケー。どん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 。悪魔 is no good。 よし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 、お、来た来た来た。よしよ、神様も点数稼ぎをする世界。神様もやっぱりね、点数がいるからね。よし、オッケー。あ、真っ白だね、いいね、驚きの白さ。よし、驚きの白さ。あ、もうちょっと待て、悪魔の神様も信仰するだけでいい感じの土地を作ってくれたらな。そうだね、まったくリアル神は本当いないから。もう 1? あ、もうちょっと待て、少ないね、少ない。よく悪魔の人口見とかないと自爆するね、これね。 1,2,3 人、ここの3人とか1匹は家なし子、家 なし子。城と2つあるだけ、あと3つか。ちょっと要注意だね、ちょっと悪魔よく見とかないと。悪魔全滅したら、ちょっと全滅さ、ハルマゲドン、ハルマゲドン前に全滅させたくないからね。よしよしよし、生かさず殺さずでハルマゲを食べないとね。
生かさず殺さずね、ちょっとね。これで殺していいか。ドンブリア、チェンバレン、今日は空いてるの？あれ、チェンバレンいっぱい撃ったね。ドンブリアもう躊躇できてますよ。できてる？本当に？いや、わかりません。わかりません。神様の見分け方。よしよしよし。よし。悪魔は赤。神様は青と。こう覚えてほうがいいね。よしよし。あと悪魔が3件。よしよしよし。発光と腐敗の違いみたいなものかな、ね、そうだね。そうだね。やだよ。あともう。来たか。あと1件か。それが死ぬな、これ。挑みたら。よし、勝った勝った勝った。よしよしよし。あと1件、あ、2件か。ちょっと危ないね、危ないね。ちょっとよく見とかないと。ハロマ、生きろよ、生きろ悪魔。何をこちょっと突然応援しだした。生きるんだ、お前は生きろ。ほら、みんなだよ、これ。悪魔が家を建てたら見て、荒れ地になるんだ、このね。雪が腐ってくるね、雪が。汚い雪になる。悪魔の雪はね、悪魔の雪は汚いからね。神の雪は白いけど。よし、これでちょっとパワーを。時間的にもう次の面はいけないからね。ここで10発で決めろ。 10兆。ここはもうどうしてもいいかな。もう一件あれば、悪魔の住処は一件あればいいかね。悪魔のちょっと住処一件だけど、ここはちょっとじゃあ落としとくかね。あ、生きた。まあいいや、ここ邪魔なのがいいのかな。ハルマゲドンパワー、不気味大福さんありです。あとはハルマゲを貯めるのみ。
アコは なんで 無意味にこの私が政治だとか穴掘るのは やめてくれないか。いやよ。悪魔の家監視中。悪魔の家監視中。覗き覗いた。上からだから監視視界怖い上から見てるだから神様だからね。もう上からみんな神様見てるからね。君たちが悪いことをしても神様は必ず見てるんだからね。あ、いいこと言った。今神様いいこと言ったね。だからね、いつも神様が見ていると思ってね、悪いことしたら必ず天罰が下るからね。悪いことしちゃいかない。しないけないね。いいことしてるときは見てないんだよね。いいことしてるときは見てないよ。でもいいこと、悪いことしてたら、悪いことしたら見てね、必ず天罰を与えるからね。いいことしてるとき見て、天罰を与えないからね。神は人間に干渉しちゃいけないっていうルールがあるって言ってたからね。ゲームさんありがとうです。え、だったら天罰を与えるの干渉してるじゃないの。なんだって天罰を与えるんだったら干渉してるじゃないの。青軍に天罰が下るのいつかしら。天罰っていうのは間接的に天罰を下すんだよ。石で転ばすとかそんな感じだから、だからそれは神様は一番上にいるから悪いことは干渉したことにはならないんだよね。いいことっていうのはやはりこのね、やはり間接的にはできないから直接的にすることだからね。だから神様はいいことは与えることはできない、ね、あくまでやれだね、陸がなくなってブクブクブクしてましたが。そうだね。よし、あとはもう観察して叱るべくところに時に。体の中に石が転がりましたからね。あ、そうだね、石が転がっちゃった。あれ天罰だったんですね。神の石ならぬ神の石。わらわら。いやいや、もしやその石はアルテミスの仕業？アルテミスの仕業だろ。悪魔の仕業だ。違うわよ。何か悪いことしたのよ。悪いことはもうしてない。もうってことは。切れて生活習慣が悪かった。生活習慣が悪かったのかな。ね、私の差し向けたし。しっこばかりしようって全く。ワークロス、おかまかみ。はい、ジーカンケルさんいらっしゃい。スタートスポーイ。よし。あと見てるだけだからね。あと17分、16分ぐらい見てるだけ。これをあともう最強最大のハルマゲドンを相手にお願いする。ちょっと左あそこがちょっと穴、池があるのがちょっとあれだけどね。ここはね、ここにもちょっと人類置きたいけど、もうちょっと行ってくれないかね。人類出したらちょっとこれ攻めに行っちゃうから、ちょっと戦闘モード解除しとこう。合体モードで、はい、戦闘モードも解除。戦闘しなくていい。もうここは生かすんだ。ちょっとあっち行く。出ない。
出ないかも。まだ出ないか。よし。残り15分切った。さあ春巻き丼の早く打たないと冷めますよ。大丈夫でしょう、大丈夫だ。冷めても美味しい春巻き丼。 PC エンジンのゲーム同士が戦う映画タイトル何がありますか？ PC エンジンのゲーム同士が戦う映画のタイトル、ガンヘッド VS スーパースターソルジャーみたいな。ガンヘッド VS ジパング。これがね、2大タイトル、ドラビアンナイト VS ガンヘッド。カツちゃんケンちゃんは映画じゃないな。ダイハードだ、ダイハードがだ。ダイハード VS ジパングとか、ポピュラスブスシムアース、ね、同時上映、ちびまる子ブスおぼっちゃまくん、神対、まあシムアースの方が地球全体いじくれるから強いだろうね。シムアースの神の方がね、あっちはね。高橋名人ブス毛利モクチと毛利さんラザロボーナス2回も失敗するけど、ちびまる子とはおぼっちゃまくんだったら、まあおぼっちゃまの方がそれは強いよね。おぼっちゃんだからね、護衛もいっぱいいるし、ちびまる子じゃんかなり庶民だからね。あ、ダイハードバーサスバットマンがいいね。それはでもバットマンの強いかね、やっぱりね。あ、ダイハードはでも あっちもね、ブルースもなかなか銃器で武装してるからブルースの方が勝つんじゃない、うん、だからいつもあれなのかね、モザイクかけてんのかね、毛利名人には。あの映像が出るときは高橋名人しか。シティアンダーバースコブラもいいね。ティアンダーバーサスコブラがいいね。それ見てみたいですね。カイザードブスガイフレームをアニメでやってほしい。ああ、カイザード VS ガイフレームどっちが強いかね。やっぱカイザードかね。マルちゃん絵は平屋っぽいから結構お金はあると思ってた。お金があってもちょっとマルちゃん戦闘力ないよね。おぼっちゃまくんの方が、おぼっちゃまくんがほら自衛隊とか動かせるんだよねあれ。おぼっちゃまくんちょっと莫大な金があるからね。そうだね。コブラレディオ、レディオ。おぼっちゃま対キングボンビーは見てみたい。花輪くんに協力を頼もう。あ、花輪くんが金持ちだけど、やっぱおぼっちゃまくんは軍隊動かせてるから。ちょっとやそっとの金持ちじゃ立ち打ちできないんじゃない。コブラレディをね、サイバリオが口説いて、クリボーにあれですよ、シティシティハンターのなんだっけあれで、マグナムで穴を開けるんだよね。冒険男爵大冒険じゃねえ。ドン上杉とマーブスってついてるのはどうせ共闘するし、うん、そうだね。防衛は財閥、ね。ドラえもん、あ、ドラえもんなら結構いいな。ドラえもん、マルコの友達で一番お金持ってるのって花輪くんになるのかな。のび太の PC 原人とか、ドラえもん、のび太つければ全部映画になりそうですよ。のび太と武田信玄とか花輪くんじゃないですかね、やっぱりね。ドラえもん、のび太のドルワーガの塔とかね。ドラえもん、ドラえもんはコラボ先にすると強すぎる、ね、のび太の新冒険地盤ラックス乗ってつけて劇場版作っていきましょう。ラックスのニコニコ、ラックスの秘宝伝説、ね、のび太とゴジラ、のび太と爆豆伝説。まずはドラさんのポケット封じる一手間が必要ですね。そう、ドラえもん最強ですからね、本気を出せばね。
のび太のドラゴンエッグ。のび太の投稿写真。のび太の投稿のび太のレインボーアイランド。ドラえもんのび太とファージアスの邪行帝。のび太と邪行帝。のび太とのび太の邪聖剣ネクロマンサー。頼み。のび太とければ結構みんないける気がするね。わらわら。のび太の画廊伝説とか、のび太の。のび太の超英雄伝説。ドラえもん、のび太ののりこ。のりこ VS 迷宮のエルフィーネ。ソードマスターとコラボしたら誰も死なないまま話終われそう。のび太のノーレベルアップ。のび太とロミナ、のび太とロミナ。名探偵コナンもいけますよ。探偵コナン。名探偵コナン。のび太の超汎用性がすごい。ドラえもんのび太の弁慶外伝。の弁慶外。名探偵コナン熱血物語。名探偵コナンとギャラクシーデカ外版。名探偵コナン血のロンド。コナンとコラボしたら大体誰も生き残れない。わら。今でもドラえもんって毎年映画あるんですか？毎年はなんかちょくちょく、いやなんかやってるイメージですけどね。ああ、ガイバン対ディバンですね。まあディバン麻雀だけど、麻雀しかできないけど、ガイバン殴る。ディバンの方がまあ強そうな格好はしてんだけどな。全然18禁になっちゃうね。のび太の天使の歌、ああいいですね。名探偵コナン謎のマスカレード主人公探偵の出番が来ない。謎のマスカレード。名探偵コナン謎のマスカレードいいですね。ありそう。ドラえもんのび太とで、じゃ。ドラえもんのび太とでじゃ。ガルフライトバーサスジェイサンダー。ジェイサンダー18禁だからちょっとね。マスカレード部分が舞踏とか感じになってたらありそう。闇勝負暗黒武士隊みたいな。のび太の遠隔ジャンマのび太なんでもいけますね、割とね。スーパーシュグアルツシュルトブスマクロス。マクロスの勝ちかな。シュバルツシュルト、まあでもリやられてもやられても何遍でも出てこれるからな。のび太登場。無限湧きだからのび太登場。わらびーぐすはがまんま。わらびータイマーがまんま。引かれちゃう。名探偵コナンブス北斗星の女。北斗星の、ああ、西村京太郎いきますね。山村ね、ワラビーが乗るんですかね。あのコナンにあの料理探偵がいるからね。コナンじゃないや、あの山村美沙の方にも。名探偵コナン金銭か京江皿殺人事件で。のび太の実践株式売買ゲーム。のび太の実践株式売買ゲーム。宇宙戦艦ヤマト、あれ宇宙戦艦ヤマト VS マクロスね。シミュレーションなら太平記もあるか。もう太平記そのまま大河ドラマだから、太平記 VS かげろうの時とかでもいけるし。のび太と北斗星の静香ちゃん。北斗星の静香。卒業 VS 誕生。信長 VS 太平記。時代が違うか。未来少年コナンブス不思議の海のナディアブスウルセイヤツラブスコブラに。
脚本が大変そうだそれ。そんなにコラボしたらどうやって各キャラ活躍させようみたいな感じ。脚本家さん大変じゃないの。ドラえもんでダメそうなのは百物語か大人向けのルドくらいですかね。ドラえもんのび太の百物語でいいんじゃないですか。のび太が怖い話を。のび太のキャのび太とエンジェルメイトとか。のび太とマンホール。のび太とマンホールね。のび太のときめきメモリアル。のび太の初恋物語でもいきますね。サークブスイスブス社だ。ね。アドル VS ラトク VS シャダ主人公だっけ。あの犬犬ふさじゃないや、なんだっけ、シャダの主人公忘れちゃったわ。ケノじゃないや、シンだっけ、シンじゃない。女たらし対決、女たらし対決ならアドルに軍配かな。静かの魔境伝説、静かの魔境伝説、シャドウオブザシェイプシフター、シャドウオブザシェイプシフター、シェイプアップラン VS シェイプシフター、ドラえもん、のび太のドラゴンナイト、のび太のドラゴンナイト、ドラゴンナイトはまあかっこいいからね、結構タイトルじゃ分かんないよね。あ、それのび太とドラゴンナイトじゃん。そのまんまじゃない。英訳されなくてよかったね。竜の騎士でよかったね。ドラゴンナイトだったらエルフから訴えられてたね。タケルが出てきたらとんでもないことになっちゃう。静香ちゃん、はらまされちゃうよ。10発溜まってるね、完全にね。これで10発溜まってなかったらもうあれだよね。27分で言うと血が繋がっていた。プリンセスのりこ間違えて、ドラえもん、のび太のスターウォーズも作ろう。のび太のなんか宇宙戦争であったよね。リトルスター、リトルスターウォーズってなるんだ。よし、ハルマゲドン2分前。のび太のハルマゲドン、のび太のハルマゲドン、のび太のラストハルマゲドン。のび太の秘書サメ、のび太の秘書サメ、のび太の究極タイガー。よし、ハルマゲドン1分前、ハルマゲドンをチェンしてます。よし、今チェンしますよ。おはようございます。はい、185個目さん、おはようございます。ライダンブススプリガンマークに待ってます。アルマゲドン1分前、1分切りました。何曲げいけるかな、何曲げいけるかな。これはもう10兆はいってほしいね、確実にね。キアイダンバーサスプリガンマーク2待ってます。50秒切った。40秒、のび太のマジカルサウルスツアー30秒。のび太は恐竜と会ってますからね、マジカルサウルスツアーとコラボできるんじゃないですかね。全然ありそう、わら。
20秒プロフェッショナルマッドストーカーでもあり、うん、知ってる人が少なさそうだけどね、プロフェッショナルマッドストーカーだったら気合だとスプリガンマグツーより。10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、腹巻き発射、2 3 4 5 6、あれ6発、6発だよおい、6発しかない、これだけ時間かけたのに6発しか溜まってないじゃん。6発じゃ21面スキップなんないじゃない、ちょっとこれ。あ、何面までだっけ、ちょっと待って待って待って449だっけ、498だっけ、何面だっけ、コピュラス、パピープペポピュラス、マチャーキ、4古墳もシェア、494か、494までか、聞いてないよ、やってるやってる、春巻きやってる。まあ1対0だから向こう1人しかいないから勝てるわけないだろう、その割には長いね。よし、363950点でトラベルチャンス、4個分はまた保留で。パチパチパチ。ありがとうございます。Well done, greater God. Greater God. Well done. Repeat after me. Well done, greater God. Well done, greater God. はい、OK。はい。お、次もオール。向こう、あ、向こうは自信とないと。なんだ向こう、13人じゃん、最初から。ちょっとちょっとちょっと。向こう13人からじゃんよ、ナイト連発、物量で来るのをなんとか耐えて腹巻きでも打てるかみたいな面だね。いけるのかこれ、44パーエフェラー&ジリバラ混ぜないで。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC エンジンポピュラスザ・プロミストランドは毎週日曜日やってます。来週は44パーから、ちょっときつかったらちょっとまた今の面に戻って、ちょっと面数を調節しましょう。はい、おつでした、おつ、おでした、おでした、おでした、44パーでございます。50面切ったね。はい、おつです。のび太のおつじゃん。おつ、おつです。おでした。49パーだから、あともう、あ、ちょうど50面か、これで。あ、494か。494だからもう50面切ってるか。よし。